本日ご紹介するギターはこちら、マーチン1993リビデッドエディション D45 デラックスのご紹介です。このモデルは1993年に限定で発売され、今市場にはほとんど出回ることがないかなりレアなモデルです。実は同じ年に世界限定50本で発売されましたが、この個体はエキスポートエディションになりまして、その50本とは別枠です。エキスポートエディションとは輸出用という意味になります。ちなみに生産数はたったの10本です。その10本のうちの1本がこの個体ということになります。そしてこのギター、あの方もお使いです。そうです、さだまさしさんもご使用されています。2023年3月に発行されたこのアコースティックマガジンの中にも掲載されています。一体どんなギターなのか、これから皆さんとじっくり見ていきましょう。そして動画の最後ではプライス発表します。このギターには今最も高級材と言われるブラジリアンローズウッド、ハカランダが使用されています。参考までに現行モデルでハカランダを使ったマーチン D45S オーセンティック1936の価格748万円です。では限定10本のこの豪華な D45、一体いくらなんでしょうか。ぜひ当ててみてください。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介して販売するアコースティックギター専門店です。今アコギを探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はおなじみのドレッドノートタイプ、カラーはエイジングトーナーでオールラッカー塗装、トップ材ベアグロー紙とかスプルース。このベアグローとはクマが引っかいたような跡のことをベアグローと言います。一般的なスプルースと比べますと圧倒的に数が少ないのでかなりレアです。そしてサイドバック、ブラジリアンローズウッドハカランダです。いかがでしょうか。このワイルドな木目、木目フェチの方にはたまらない素晴らしい木目をしております。ちなみにさだまさしさんご使いのデラックスとも非常に近い木目のハカランダです。ネックマホガニー、シバン、ブリッジはエボニー、スケール約645ミリのフルスケール、ブレーシングはスケロップされたフォワードシフテッド X ブレーシング、戦前の D45 と同じ仕様になります。ナット幅約 43.5 ミリで、シェープは薄めのかまぼこ型になります。では豪華な装飾見ていきましょう。ペグはシャーラー製のゴールドペグ、ボタンに注目です。彫金が施されています。ヘッド付き板はハカランダ、そして憧れた方も多いと思います、マーチンの縦ロゴ、パーフリングにもインレイ装飾が施されています。そしてこのギターの一番の特徴、指板にツリーオブライフのインレイが輝いています。ピックガードとブリッジサイドにもインレイ装飾、ちなみにピックガードは塗り込み仕様になってます。そしてロゼッタ、指板周り、パーフリングにもインレイ装飾、もちろんサイドとバックにも、このバックストリップにも入っています。そしてヘッド先端、サイド、指板サイドにも施されています。バインディングはすべてアイボロイド、デラックスの名にふさわしい本当に豪華な仕様ですね。ギターというより美術品、宝石と言っても過言ではありません。では大切なのがコンディション、まずマイナスポイントから。ボディトップ、この辺りにクラックリペア歴があります。それに伴って裏止めがしっかりされており、オーバーラッカーが施されています。かなり綺麗なリペアで外からは一切分かりません。指板サイドのバインディングに一部クラックリペア歴があります。経年の収縮によってナットとバインディングの間にやや隙間があります。経年によるペグのくすみ、それ以外は全体的に多少の小傷、使用感は見受けられますが、製造から30年経った個体と思えばかなり綺麗なコンディションです。
ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡もありません。フレットは8割以上残っておりまして、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元を決まりません。トラスロットにも余裕があります。現行は12フレット6弦側、約 2.5 ミリ、1弦側で 1.8 ミリと標準の高さにセッティング済みです。サドル座もまだ十分にありますので、お好みで現行調整が可能です。以上の内容から、リペア歴がある個体ではありますが、プレイビリティは抜群です。当店で販売するギターはすべて、厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、楽器として、道具としてでもお使いいただけますので、安心してご購入いただけます。私が自信を持ってお勧めする、マーチン D45 デラックスです。ではサウンドレビューです。輸出用として10本のみ生産された特別モデル、トップにはベアグロースプルース、そしてサイドバックにはブラジリアンローズウッド、そしてこの装飾、一体どんなサウンドがするんでしょうか。じっくりとお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。このフォルムも豪華ですけども、サウンドも豪華ですよね。本当にこのデラックスの名の通りのサウンドじゃないかなと思います。ではそのあたり少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。
でしょうか。ズン、このお腹にしっかりと響いてきますね。太くて深いです。まるで大晦日の除夜の鐘のような、そんな重厚感っていうのがしっかりと伝わってきます。そして中高音です。このはからんだならではのきらびやかで美しい音色、いつまでも鳴りやまないロングサスティン、そしてパワフルさ、迫力さ、しっかりと聞いてみてください。いかがでしょうか。いやー、本当にすごいですね。このはからんだならではのきらびやかさ、美しいロングサスティンに、このバリーンとしたこの迫力の音色、レスポンスもすごくいいですし、音抜けも抜群です。じゃらーんと弾いた時のこの爽快感、もうたまんないですね。さすが D45 のサウンドです。そしてこのギターを弾いてて感じたことがあるんです。先ほどお伝えしましたブレーシングがスケロップされたフォワードシフテッドエクスブレーシング、まあ、これというのは戦前モデルの D45 と同じ仕様となってますけども、まあ、マーチンの多くではそういった、まあ、戦前モデル、まあ、そういったヴィンテージスタイルのモデルというのはそういったブレーシングにされていることが多いです。で、そのギターの特徴というのはうわっと広がるんですけども、中にはですね広がりすぎてしまってその弾き語りとかその歌物には合わないというですね、傾向もあったりします。で、このギターはですね、まあ、これだけインレ回が入ってるということでシャープなんですよね。このふわっと広がる中にもタイトさ、シャープさというのがあります。そういったところから、さださんがですね、まあ、近年、このデラックスをレコーディングで使用されているということも日本にも書いてありました。こういった広がりすぎないということが、もしかしたらさださんとのボーカルとの相性がいいのかもしれません。ぜひですね、このギターを手にすることができましたら、レコーディングですとか、弾き語りにも使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。そしてこのギターの魅力、なんといっても、このフォルムではないでしょうか。先ほどもお伝えしましたけども、ギターというよりもう美術品、芸術品、宝石といっても過言ではない、本当に美しい傑作だと思います。こうして見てるのも楽しんでいただけますし、しっかりと楽器として道具としてもお使いいただける、そんな素晴らしいギターです。ぜひですね、たくさんある中のコレクションの一本にしていただいてもいいんじゃないかなと思います。本当に素晴らしい一品です。ではプライスの発表です。こちら1993年製マーチン D45 デラックス、プライスは495万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。市場にはめったに出回ることがないこのデラックス、リペア歴があるものの価値が分かる方にとってはこの495万円かなりお買い得だと思います。ぜひこのギターをお探しだった方、この動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会です。限られたギターライフ、憧れだったギターを手にして今よりもより充実した時間を過ごしてみませんか。これを機会にご検討ください。
ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては、動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は、銀行振込、現金、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローンをご利用いただけます。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、スレッズ、ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあるんです。このギターたちがどこに嫁いで、そしてどんな出会いがあるのか、私自身めちゃくちゃ楽しみです。次はどんなギターが飛び出すんでしょうか。ぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。散るで散るだからで散るで散るで